ありがとうございます。はい、今日はこの天気の中、見てくださり本当ありがとうございます。私は普段歌を歌う活動をしています。活動を続けて8年になるんですけど、その中で私もこう落ち込んでしまうこととかいろいろあったりしたんですけど、いつでもその時は自分もこう歌の力に励まされて、活動を続けてきました。歌で私も何か気持ちを伝えられる人になりたいっていうのが今の私の個人の目標になっています。よかったらぜひまた皆さんの前で歌を歌えるように今後も頑張りますので、よかったら応援してください。よろしくお願いします。はい、東京から遠征で来てるんですけど、今回は仙台に来させていただいたの2回目になってて、またぜひ来させていただきたいと思ってますので、その時はよかったら見かけることがありましたら応援してもらえたら嬉しいなと思います。いろんなところに
毎月遠征に行ってるので、よかったらぜひまた皆さんの前で歌えるように頑張りたいと思います。ということで、続いての曲でラストの曲になります。ラストの曲は、シングルの中から聴いていただきます。聴いてください、君とのストーリー。
足を止めて見てくださった方も、今日ここで見に来てくれた方も本当にありがとうございました。私はアジマナマっていう名前で活動していて、Twitter や YouTube などに、動画が、歌の動画なんですけど載っているので、よかったらぜひチェックしてもらえたら嬉しいなと思います。今日本当にとても楽しかったです。来てくれてありがとうございました。以上、アジマナマでした。アジマナマさん、どうもありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いします。ではもうちょっと前の方にお越しください。はい、テントの周りでなかなかこうお顔が見づらかったこともあると思います。ありがとうございました。お写真撮ってる方もいらっしゃいますのでね、ぜひ撮りやすいようなところでお話聞ければと思うんですが、はい、ライブいろいろ全国回られてるってことですが、はい、近いライブってあるんですか？近いライブだと、私近くないんですけど、12月の30日に誕生日当日なんですけど、はい、ワンマンライブやることが決定していて、渋谷なんですけど、場所が、はい、渋谷ルイの K2 さんで夜の7時半から歌わせていただく予定ですので、よかったらぜひそちらもチェックしてもらえたら嬉しいなって思います。はい、お願いします。新幹線乗れば2時間かかんないですからね。よろしくお願いします。渋谷回しを運んでいただければと思います。はい、安嶋奈々さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。